一般社団法人日本薬学生連盟とは、イプサフに日本で唯一加盟する全国規模の薬学生団体である。前身の薬学生の集いが1998年に創立され、2011年からは日本薬学生連盟として名称変更し活動する。運営はすべて学生が担っており、一般社団法人格を有する。 全国各地の薬学部に在籍する学生が会員として所属しており、薬剤師国家試験の受験資格を有する6年生学部だけでなく、薬科学科などの4年生学部の薬学生も活動している。希望者は毎年開催されるイクサフワールドコングレスやアップスに参加し、海外の薬学生との交流を深めている。2005年、2013年には本連盟が主幹となり、 日本でアップスが開催され、2013年に開催された第12回アジア太平洋薬学生シンポジウムは平成26年度日本政府観光局国際会議打ち開催貢献賞を受賞した。また、イップサフと連携を取り交換留学制度を定めており、海外からの薬学留学生の受け入れや日本からの圧戦を行っている。その他、講演や啓発活動、 学会参加等を行っている。毎年年度末になると、国内の薬学生が集う、年会が開催される。さらに、日経 DI オンラインのコラムを担当しており、薬学生の主張を掲載している。活動は主に以下の委員会によって行われる。ありがとうございます。